ゆっくりの、怖い話、もしくは面白い話。本当にお願いですから目白駅まで助けてください。2007年、2チャンネル、VIP、助けを求めるスレが立ってしまった。本当にお願いですから目白駅まで助けてください。簡単に言うと公共の場でうんこ漏らした。ガチに目白駅来てください。お願いします。自分が同じ立場だと思うと怖いね。でも人事だと思うと面白いぜ。そっか、8時間待て、興味深いな。まともに相手していませんね。助けに行くったって何助けりゃいいんだそれ。女の子ならいいよ。行ってどうする。俺だったら写真撮って顔隠さないでうぷするけど、それでもいいのか。助けを求める相手を間違えたね。すみません、男です。ビニール袋とズボンを持ってきていただけないでしょうか。うんこすれ見て笑ってた自分がまさかうんこ漏らしたなんて。あと靴もでした。うんこついてる。貸していただけるだけで結構なんで、どなたか本当にお願いします。俺が言ったところで、そのうんこ食うことくらいしかできないぞ。やってみやがれクソ野郎。親か友達に頼めよ。しばらくうんこマンの異名で親しまれるけどな。実際どうやったら漏らすんだ、おならと思ったら。ってやつ。一応トリオ、しがない高校生です。ごめんなさい、無事に帰れたら、夜にまとめてスレ立てようと思うんだ。自分のクソ漏らしスレを自分でまとめんの、頭大丈夫。まとめスレとか言い出した、うわこいつくっせー。とりあえず証拠うぷ。あんまり見たくないですね。今撮ったので少しばかりお待ちください。ご安心ください、画像は載せません。証拠うぷ、無論、今の僕に選択肢はありません。載せないっていうかリンク切れでした。探したら見つかるかもしれないので興味がある人は探してください。そしてこの画像に対して。これはひどい、汚ねえ。朝からグロ見ちまった。縁画帳、汚ねえ。裸足でゲリ弁踏んでる。なんかリアルだな。マジで画像が上げられたようですね。まるで人を殺してしまった後の絶望感みたいな空気が漂ってますね。誰が本当にうぷしろっつった。お願い、誰か助けてやって。カレー食ってる時に見るスレじゃない。うんこマン泣いてる。一応泣いてはいないです。いや、確実に泣いてますね。涙拭けよ。あとうんこも拭いとけよ。常識にいれば水で洗えるぞ。幸い仰天霧からすぐ乾くだろ。経験者は語る。行こうと思えば行けるけど、雨降ってるしな。携帯もないし、雨降ってんの、ならごまかせんじゃね。チレスすみません。桃太郎の話じゃないですけど、便器で洗濯してました。ジャブジャブ。桃太郎って便所で洗われたんだっけ。ジャブジャブじゃねえよ。洗濯、誰か助けてあげて。高速バスでうんこ漏らしたやつはどうなったんだっけ。最後わからなかったけど。本人だけじゃなく周りも地獄だろそれ。ドラマか決定。やるにしても深夜番組でお願いします。消臭スプレーはある。まあ高田の馬場に大学あっから、9時半過ぎには現場行けそうな気分。本当ですか。あなたが神か。神様が現れました。目白駅のトイレです。場所はわからないので、現地で何かビップ的なこと言っていただければ返信は返せます。誰か助けてください。何を持っていけばいい。扉の隙間から差し入れてやる。これは本当に来てくれそうですね。一もさぞ喜んでいるでしょう。ちょっとジーパンジャブジャブします。今夜はカレーかしゃぶしゃぶかな。え、何このクソ漏らし。頭がおかしくなっちゃったのかな。っていうか救助隊向かってるのか。人混みに翻弄されてるんじゃね。メイド服持って行ってやりたいな。ジーパンでかすぎて洗いきれない。てかなんか臭い感じから濃い蜂蜜の匂いに感じてきました。プーさん来たー。おかしくなってきたぞ。おめでとう、スカトロ人生の始まりだ。助けに来ていただけるなら多分いつまでも待ちます。というかこもる以外に僕にいい選択肢がなさそうですし。おばあさんが川で洗濯してる風景に重なってきた。結局本気で向かってるやついるの。合言葉はジャブジャブで。来ていただけたら9000円以内で飯食いに行きましょう。目白なんかしたあたりならカレー屋があったはず。あそこら辺のラーメン屋はうまいそうですね。しゃぶしゃぶなら高田の馬場にもうたらの食い放題があったはず。臭いやつと一緒に食事なんて拷問だー。この状態でカレーごちそうするとか結構余裕あるな。うんこマンと一緒に飯とか罰ゲームかな。取り付けるわ。着いたぜ。救助隊が来てくれたようです。救援隊来たこれ。救助隊の優しさと一の哀れさに号泣した。救助隊一、匂いはどうですか。どうぞ。駅員さん通告になりました。しょうがないですよね。救援隊の方々わざわざありがとうございます。え、どういうことですかこれ。状況報告、どういうことだ。裏切られたのか。駅員さん通告、え、どういうこと。ガチ通報された。駅員さんかせないと、まあ異常事態ですしね。救援隊の方、ありがとうございます。トランクスとビニール袋を持ってきていただけるようです。なんとお礼を言ったらいいのか、意味がわからん。駅員さんかせないと、救助隊の裏切りで通報されたんじゃね。JR のサービスの悪さに立腹し、ニューデイズにトランクスとビニール袋がなくて購入にひた走る。この書き込みから察するに、救助隊が駅員にパンツとビニール袋をくれ、というも無残にも断られた、という感じですかね。買ってなかったのか。とりあえずおつ、トランクスのサービスはないだろう。駅員の方はズボンや下着は貸せないとのことです。当然といえば当然、幼稚園じゃないんだから当たり前だろ。普通に考えて貸してくれるわけないんだよな。
現状は、駅員に対策を求めるも、JR は換気しないと叩き切られ、トランクスとビニール袋を調達後1の元に帰還する予定。JR ひでえ、JR の対応に泣いた、JR で、頑張ってくれ。JR におもらしサービスがあるとでも思ってんだろうか、この人たち。でも実際、コンビニとかでバイトしてる時に、客がうんこ漏らしたら普通叩き出すよな。近くに駅員専用の休憩室とか洗濯機とかないのかねえ。駅員用の休憩室に旅客は入れちゃいけない規則になってるんだよと元駅員が言ってみる。JR ひどいな、汚れたパンツを落とし物ですって言って、駅員に渡してやれ。JR 目白駅に1ヶ月履き続けたパンツ届けてくる。スレの中で JR の対応について意見が2つに分かれているようですね。皆さんはどう思いますか？トランクスとビニール袋を調達、消臭スプレーと共に引き渡しに向かう。ありがとうございます。下半身裸でテカテカして待ってます。あはははは。そろそろ1の精神が限界のようだ。ちょ、ズボンどうすんの？近場のやつ、激安のでいいからジーパンと靴持って行ってやれよ。あとは誰かズボンを調達してやってくれ。資金不足で離脱する。え、ここで離脱すんの？パンツじゃなくてズボンの方が欲しかったろうな。資金不足かよ。離脱って、置いてきぼり。一緒にいてやれよ。臭いだろうけど。ズボンがなくてどうしたものか、といった状況ですが、実は少し前から。誰もついてないなら行くぞ。大変そうだし合流するわ。あと6分で着くから、ズボンは買ってやるから安心じる。目白駅周辺でズボン買えそうな店教えてくれ。今到着した。このように第二救助隊が現れました。VIP も捨てたもんじゃないぜ。一と接触、ズボン探してくるわ。第二救助隊、頑張れ。ズボン買ってきてくれる救援隊の方、本当にありがとうございます。トランクスその他をくださった救援隊の方、ありがとうございました。服やねえ、サイズ聞き忘れた。交番でスポーツ用品店の情報ゲット、しばし待て。JR は感知しないとな。じゃあクソまみれの服とか全部置いてこうぜ。服置いてくるのとかやめろよ。片隅の掃除のおばちゃんだからね。ちなみにおばちゃん、頭抱えてたよ。つか遠いな。掃除のおばちゃんにはもうバレてんのかよ。靴拭いてました。救援隊の方、贅沢言えば安いものをお願いします。スポーツ用品店とか無駄に高くね。贅沢言えば安いのを、ってのも面白いな。金は気にするな。11時の取引に間に合えばいい。お仕事の合間にこんなことやってんの、すごいね。リーマンかっこよす。島工作来たこれ。取引どこでかしらんがやばくないか。救助隊2が駆けずり回っている時、一を訪れる者がいました。記念にノックだけしていったと思われる方が、これ誰だ、スネーク、ワロタ、やめてやれ、ひでえ。まさかのいたずらが来たところに、さらにまさかの展開が訪れます。スポーツ用品店に向かった救助隊2の報告が来ました。フェンシング専門店だった。もはやコントみたいな展開に住人たちのテンションも最高潮ですね。もう解決だな、と思ったら読ませるスレだ。トイレからフェンシングのスーツ着てマスクと棒抱えて出てきたところを想像しよう。フェンシングの専門店なんて聞いたことねえわ。確かに聞いたことありませんね。救助隊は釣りかもしれません。ここか、ここなのか。実在するっぽいです。交番のおまわりさんはなぜフェンシング専門店を教えたのでしょうか。服買ってきていただける方、外を歩けるようなものでお願いします。サイズは、164の身長で一般体型入るくらいでお願いできますか。服に興味なくてサイズがわからなくてごめんなさい。捨てる予定のジーパンは、33、183センチとあります。今まではベルトでどうにかしてました。今もベルトは生きてます。面倒だからタクって捜索中。救助隊の方そろそろ時間がまずいんじゃないでしょうか。また救助隊が離脱することになるかもしれませんね。しかしそこに新たな動きが出てきます。はぁ、よっこいしょ、って言ってる方がいるんですが、ビッパーに思われます。てらい嫌がらせ、受ける、助ける気のないビッパー自重しろ。ちょ、行くなら助けてやれよ。助けないけど行くやつ多すぎですね。ところで救助隊1の人はどうなったんだ。資金不足で離脱。だからトランクス等物処理のためのビニール袋で手いっぱいだった。しかも抗議真っ只中を抜け出してだったからな。力及ばずすまん。抗議抜け出したり、仕事の合間だったり、ニート以外のビッパー頑張りますね。ジンベイの下みたいなやつしかねえ。ピーコック使えねえ。ちなみに会社に連絡一切入れてない。取引先は目黒。早く取引に行け。十分頑張ったと思うぜ。無理するなよ。ねえ、仕事とうんこ、どっちが大事なの？え、うんこだろ。こんな感じで次スレに行きました。スレタイと1の書き込みがひどいですね。今目白駅向かってる。今鎧武者の甲冑置いてる店があったけん。お前は取引に行け。トイレから鎧武者で出てきたら。こんなことをやっているうちに恐ろしいことをする住人が現れました。本日目白駅内にてうんこを漏らす少年がいました。この少年は2チャンネルに書き込みをし、助けを求めました。するとその書き込みを見た2チャンネラーは団結し、少年を助けるべく目白駅に集合し、替えのパンツやズボン靴などを少年に渡したという心温まる出来事がありました。新聞社、各マスコミにメール送ってきた。なんて野郎だ。ひどす、トーストならやってくれる。アンビリーバボーのラストで見たい。また世間に恥をさらしてしまいますね。出所準備中。突然のうんこマンの書き込みです。
しかし先ほどの新聞各社に送ったレスに反応する人たちばかりで誰もこのレスに気づきません。出所完了。結局顔もわからないのわからずじまいでしたが救援の方繰り返し本当に心からありがとうございました。何かお礼がしたいです。なぜか助かりました。出所来たー。意味わかんね。あれ誰が言ったの？早く状況を報告しないとマスコミ各社がやってくるぞ。生理用ナプキンや大人用おむつ、フェンシング、鎧武者をオープンできなかったのが心残りです。取引先に向かいます。どうやら彼が助けてくれたようです。オプでした。レスしてる暇があったら急ぐんだ。お疲れ様でした。取引の無事を祈ってる。ナイスぬくもりて、オツ。住人たちは勇者を称えて仕事がうまくいくように祈りました。今から帰ります。大変申し訳ないのですが、電車で、もし電車にうんこ臭い工房がいたら、目白臭い、と罵ってやってください。目白の風評被害がひどいですね。地元付近でまた漏らすんじゃないぞ絶対だぞ。お疲れ様うんこマン、帰り気をつけてくださいね。目白近辺を通るたびに思い出し笑いしそうで怖い。住人たちはケツの茶色い坊やを温かく送り出してあげました。まだ電車だから大丈夫なんだぜ。目黒まであと10分。あれ？あれ？この人やっちまったのか。ちょ、取引大丈夫か？計算が合わない。島工作。時間、取引、終わった。目黒着いたから行ってくる。まあ俺が客で買い付けに行くだけだから、数分の遅れは問題ない。喉乾いたしコーヒーでも飲むか。問題はなさそうですね。それはそうとやけに電車降りる人が多いような。それと僕を特定した方は本当に誰にも言わないでいただきたいです。どうしてもいじりたかったら、目白、と一言だけでお願いします。こうして一件落着となりました。このスレはその後、うんこマンや救助隊、その他の住人たちがワイワイやって800くらいで落ちました。いかがでしたか？窮地にある少年をビッパーが助けたお話でした。私は知らなかったのですが、この他にもうんこ系のスレはあるようですね。さすがに自分から進んで調べようとは思いませんが、興味がある方はぜひ調べてみてね。感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。